はいどうもこんにちは、ケンユウです。沖縄県糸満市というところでね、アボカド、国産アボカドを無農薬で作っております。今日シェアする内容はですね、アボカドの接ぎ木後の様子と、接ぎ木後の管理、接ぎ木が成功した後の管理ですね、少しシェアしていきたいなと思います。で、今動画を撮っているのが7月の22日ですね。7月の22日、夏真っ只中です。接ぎ木をしたのがですね、3月から5月の2ヶ月間ですね、春ですね、気温が高くならない時期です。今接ぎ木をやっても少し失敗をするので、接ぎ木をどうしてもやりたいという方はですね、秋がいいと思います。で、この2ヶ月間の間に接ぎ木をして、今だいたいその 3,4 ヶ月、経過した状態のアボカドの様子を少しねシェアしていきたいなと思います。まあそこに見えるのがそうなんですけれども、はい。で、今接ぎ木だいたいね100本ぐらいをやったんですけれども、成功率がね 70% から 80% ぐらいかな、まあ、繰り返しやったのもあるんですけれども、はい、そういった感じです。まあ、きちんとね旧暦に従うとか、きちんとホギの剪定をうまくするとかで、あと、台木とホギの径を合わせるとかね、そこら辺のまあことをきちんと守れば、路地でも、接ぎ木は成功します。鉢植えの方がもう成功はしやすいんですけれども、路地でもきちんとね、成功します。はい、ということで、今回はその接ぎ木後の様子と、実際どうやって管理していくのかということをね合わせて、紹介していきたいと思います。で、ここにはね今だいたいね 1,2,3,4,5 本の、接ぎ木した、まあ、苗がわーっとあるので、ざっくりそちらを紹介していきたいと思います。はい、それでは1本目ですね、接ぎ木した様子をシェアしていきたいと思います。かなりねたわわになっております。まあ、1メートルは優位に超えておりますね。はい、1メーター60か70ぐらいまで大きいやつは行っております。で、今からですね、水平誘引というものをきちんとやらないと、樹勢がかなり、根っこがねわっと張ってる分樹勢が強いと思いますので、きちんとねそこら辺をやっていきたいなと思います。また、詳しく紹介します。で、こちらはですね2020年3月なので4ヶ月前ぐらいに接ぎ木を行っております。はい、腹継ぎという方法で、継ぎました。第一関節くらいのホギを使った、と記憶しているんですけれども、かなりですねサイズが、径の太さがね大きく太くなっております。はい、こちらですね、メデールテープの跡があります。まあ、成分解性があるのでね、半年ぐらいかけて溶けるので大丈夫です。まあ気になる方は、こちらですね回収してゴミ箱に入れてもいいと思います。活着、ここ茶色い部分が、緑の木の部分の下に茶色い部分があると思うんですけれども、これがですねいわゆるカルス形成が完了した、という状況になります。はい、まあ、かさぶたみたいなものですね。人間でいうかさぶたみたいなもので、きちんとですね皮膚が損傷している、状態の組織を守る、時にですねこういったカルスっていうものが、きちんと形成されたら、活着が、まあ、十分できているということなので、水平誘引ですねできると。で、まだ未熟な状態でカルスが十分に発達してない状態で、枝の誘引をすると、台木からねホギが外れるっていう状、ことになりかねませんので、接ぎ木をした直後ですね活着が、できたかなと思った段階でも少し待った方が、いいです。で、僕はこのぐらいになった時に初めて水平誘引をしていきます。で、あと、枝が多いのでまあ剪定ですね、上に伸びる勢いが強いものに関しては剪定をしていきます。はい、すごいですねこれが4ヶ月の状態です。はい、こちらはですね5月4日、ゴールデンウィークに、接ぎ木をしたアボカドです。はい、こちらもですね腹継ぎと高継ぎを行っております。あ、腹継ぎとすみません切り継ぎですね、切り継ぎも成功しているんですけれども、こちら、芽吹いてきちんと芽吹いているんですけれども、横から腹継ぎをしたものの方が、勢いが大きく、伸長しております。こちらもねカルス形成が、現在うまくいっているような、気がします。まだちょっとね、少し組織が柔らかいと感じるので、水平誘引に関しては少しもうちょっと時間を1ヶ月ぐらい様子を見たいと思います。70日ぐらいで、このくらいの高さになっております。3つ目いきます。こちらはね3月に、接ぎ木をした、かなり発達がしてないと思うんですけれども、3月かな、もう1回3月に、失敗して5月にもう1回継いだような気がします。はい、細い枝に継いで、これは切り継ぎという方法で継いでおります。径はね、小指ぐらいです。ここの径はすごく細くて、僕の小指ぐらいね、あ、ここかな、うん、小指よりもちょっと、径は細いと思います。はい、未生内に継いで
今こう接ぎ木成功が確認されております。できちんとね2つの目から、左右にわわっと出ているので、これはですね、水平誘引、排除系に仕立てたいと思います。根っこが十分に張っていない木ではですね、地上部の発育も遅いです。はい、また後でね、なんでこういった、まあ、差になるのかっていうのをね解説したいと思います。覚えておいてくださいね。こっちと、あと向こうの木ですね、かなり成長の度合いが違うと思うんですけれども、また、詳しくそのなんでこうなったのかっていう解説をしていきたいと思います。ここが3月ですね。これも径が、かなり細くて、親指よりも若干径が大きいかなと、一回りか二回りぐらい大きいかなという感じです。切り継ぎです。はい、こちらもですねまだカルス形成が十分とは、言えないかもしれないんですけれども、活着が、きちんとできております。はい、次ですね、一番サイズが大きい接ぎ木が成功した木が、こちらですね。水平誘引の方を、ペットボトルで、誘引をしております。これね非常に便利なので、また、木の紹介が終わった後に、なんでこのペットボトルを、使うのかということについてもね、詳しく解説をしていきたいと思います。接ぎ木接いだところですね、そちらを、少し見ていきたいと思います。で、こちらもですね腹継ぎですね。これは切り継ぎではなく、腹継ぎといった方法で、接いでおります。きちんと活着が確認できると思います。はい、こんなような感じですね。はい、もうホギの誘引で枝を引っ張ってもこうね絶対台木から外れないように、なっております。こちらですね、組織がきちんと、形成層がうまく結合されて、支部と木部が、きちんとねその陽水分を送るところと光合成からによる、糖を送る、バイパスがあるんですけれども、それがきちんとね内側でつながったような、状況です。はい、であと接ぎ木をするとですね、やっぱりそのホギの、あ、ホギじゃない、台木の部分からですね、こういうふうに台木の枝が伸びてくることが、しばしばあります。でこれはね、出てきた段階で、芽かきをしないといけないです。指でパパッとできます。ね、指の方がね僕はいいと思っております。ハサミを使うと、病原菌というかね病気が感染したりで傷口が逆に大きくなったりするので、この目に関してはねポキッとすぐ折れますので傷口が最小限に抑えれるかなと思います。はい、樹勢が強い分いろんなところから芽が出てくるので頻繁にですね、このような太い枝ですね、僕の手首ぐらいの、木を台木で使う場合には、はい、芽かきが、まあ、1週間に1回とかかな、2週間に1回やって、きちんとホギに栄養を回すようにしましょう。ということで結構ねすごいんじゃないですか。見応えがある接ぎ木の木だと思うんですよ。はい、 4ヶ月でね、ここまで成長できるのは、おそらくまあ、かなり成功している方なんじゃないかなと思います。はい、で、接ぎ木をしたのがこちらは3月かな、うん、3月で、活着をしたと同時に、あ、3月ですね、活着した段階で、きちんと梅雨に入ってくれたので、5月6月ですね、梅雨に入ってくれたので、まあ、かなりですね発育生育が助かったのかなと思います。なのでそちらの梅雨とかの、ね、条件も、環境も考慮してやった方が、おそらくいいかなと思います。それではね少し水平誘引の話をしていきたいと思います。はい、それでは水平誘引の話ですね。排除系といってお椀型にねこういう風に、ぐわっと1本上に伸びる木を作るんじゃなくて、管理がしやすいように周りにね枝を引っ張って、このような排除系に、仕立て上げます。で枝が柔らかい時にやった方がやっぱりね曲げやすいということがあるので、このタイミングでですね僕は、やろうかなと思います。でもうちょっと若い時にやるとホギがその台木からポロッと外れてしまうので、テンションをかける時にはきちんとカルスがね、活着してカルスがきちんと、十分な状態になったなという時に、します。で、誘引なんですけれども僕がおすすめするのがこのペットボトルの誘引ですね。はい、こちらです。ペットボトルの誘引なぜいいかというと、テンションがかなり調整できます。はい、でマンゴーとか、熱帯果樹されている方、すごくね多いと思うんですけれども木の幹の周りにですね、鉄筋かな、鉄パイプみたいなのを打ち込んで、その、固定されている、パイプにですね紐を伸ばすということを、される方が多いと思います。でそれの方がねもちろん楽ではあります。はい、
ですね、で楽なんですけれども、あれはテンションのその微妙な調整とか枝をどのように引っ張っていくのかっていう調整がねすごく手間がかかります。これはですねものすごくねおすすめをしたい方法なんですけれども、まあ根元っていうかこう枝元ですねに、紐をかませて、でペットボトル2リットルのペットボトルですね、これ 2キロあります。はい、これをですね、動かすことによって枝をどこに持っていくかっていう調整ができるんですよね。うん、でテンションを緩めることもできるし、こう引っ張ってかけることもできる。であと枝を、右側に寄せるとか左側にこうやって寄せるとかっていうのを、細かく調整することができます。接ぎ木苗に関してもそうなんですけれども、まだ若い状態の木が若い枝が若い状態の時にはですね、このようにテンションを引っ張れてテンションの威力を調整できるこのペットボトル誘引の方がね、かなりおすすめです。うん、では、今度はですねなぜ水平誘引をするのかということまで少し解説をしていきたいと思います。はい、それではね水平誘引の重要性についてね少し解説をしていきたいと思います。ちょっとホワイトボードを忘れてしまったんですけれども、まあ一つしかないので重要なことは一つしかないので、まあ、解説をしていきたいと思います。で木というものはですね地上部は目に見えて大きいか小さいか分かるんですけれども、その木の大きさ地上部の大きさに、比例してバランスして、地下部の根っこというものもね、相当張ってます。木が大きければ大きいほど根っこもねすごくたくさんのボリュームがあります。で、地上部の木が小さければ小さいほど根っこもそんなに張っていないんですよ。で、今回ですね台木で使った、こちらの木アボカドの木ですね結構大きかったんですよ。で、大きい分、根っこというものは張ってます。で、接ぎ木をした時にですねこうホギを、かますんですけれども、地下部の根っこのボリュームがすごく大きいので地上部もねそれに比例して大きくしようとします。なので、4ヶ月とかでこういったボリュームになっております。で、これもね今からどん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 成長していきます。で、何も、せずにほったらかしておくと、もう1年あれば、切り倒した木と同じぐらいのボリュームにバッとなります。で、木を、まあ、大きくするのはいいんですけれども、木の成長にばかり栄養が使われていくと花芽がつかないですよね。この前どこかの講義でやったかな、接ぎ木とかの講義でやったと思うんですけれども、木の成長に使うエネルギーか花の、生成に使うエネルギーって、まあ、エネルギーの、最大こう容量って限られているので木の、成長ばかりに、栄養を使うと花芽が咲かない果実ができないということになるので、水平誘引、というものをしてですね、成長を上に行かせないようにします。こういう感じでね、うん、はい。で、根っこがね、まあ、たくさんわっと張っているのが問題なので、そもそもですね根域制限をしたり、根っこをですね切り詰めるということをねやるのもすごく有効な手立てではあるんですけれども、一応今回はですね、試しにちょっと接ぎ木をしてみて、地上部がどうなるのかっていうのをね少し、サンプルというか経験値を得たかったので、根っこは掘り返さずにやっております。で、その分ですねしっかり水平誘引をきちんとやって排状型にして、花芽がつくか、来年ですね、今4月なので来年の、春、冬かな12月ぐらいにね花芽がつくかということをね試したいなと思っております。はい、でこの地下部と地上部のバランスに関してはおそらくねどこかの講義で1回やったとは思うんですけれども、はい、こういった理由があります。なので太い、木、に継ぐとこのようなスピードになって、ちっちゃい木ですねに継ぐとあまり地上部もね、生育スピードが遅いということがねあります。はい、そういった原因があるので、まあ接ぎ木ですねどのような台木に継ぐのかということの、一つの、まあ、考える指標になるのかなと思います。はい、ということで今回はですねアボカドの接ぎ木後の様子と接ぎ木後の成功した後の仕方でした。誘引に関しては水平誘引ペットボトル誘引がものすごく楽です、おすすめです。で、あと台木の方から出てくる新芽は、まあ書きましょう。で、一気にですね芽を書いてしまうと、そのなんだ傷口の面積が広がるので、ま、やっぱ病気になるね確率が、高くなります。生育不良も起こします。なので、唾液から出てくる芽はその都度ですね、取っていきましょう。で、接ぎ木が失敗するといけないので保険でね1本か2本ぐらいはこう枝を育ててもいいんですけれども、残りのわっと出てくる部分の残りのやつはね、芽かきをするということがね、まあ、大事かなと思います。
はい、ということで今回もですねご視聴いただきありがとうございました。もしこのチャンネルですね、面白いな、ためになったなと思った方はですね、ぜひいいねボタンの方を押していただくと、僕のやる気が上がっていろんな、まあ、コンテンツのね動画がバンバン出てくると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方もですねしていただけると、助かります。この木の様子もですね随時、まあ、3ヶ月サイクルとかでね、YouTube の方に上げていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。